ソマリーランドの戦い、ソマリーランドの戦い、英語、イタリアイコンクエスト・オブ・ブリティッシュ・サマリーランド、イタリア語、コンキスタ・イタリアナ・デラ・ソマリア・ブリタニカは、第二次世界大戦の東アフリカ戦線における戦闘の一つ。イタリア王国軍東アフリカ中東軍、アオイによるソマリランド攻撃に対し、英軍はアフリカ中東軍による防衛を試みた。 アオイ軍は時勢を優先して、装備、物資が不足する中で攻勢を発動。幾分の損害を受けつつもソマリランド占領に成功した。英軍はカイロで他地域に脱出。ソマリランド植民地政府は数軸軍に降伏した。ムッソリーニの独断によって戦争が開始された時、疲弊したイタリア王国は他の戦域と同じく東アフリカにおける十分な軍備を保持していなかった。 特に当面の指摘と考えられた。イギリスの植民地に囲まれた東アフリカのい、植民地においては、ごく限定的な攻撃計画を除けば一貫して、主勢に立つことが想定されていた。しかしムッソリーニは、ドイツ政府の要請で始められたエジプト遠征への、牽制も含め、ケニア・スーダン・ソマリランドなど周辺地域への攻撃を、東アフリカ中東軍に命令した。 サボイア家の構成員であり、医療東アフリカ中東軍の総司令官であった第3代、アオスタ公、アメデオディ、サボイア将軍はコマンドスプレも、王国軍参謀本部に構成計画を承認させた。これは、サボイア家の課長たる、イタリア王、ビットリオエマヌエーレ参戦による参院も背景にあったとみられ、1940年8月に構成準備を完了した。 作戦の実行は、青井軍の参謀長中将に一任された。青井軍は20万以上の大軍を数えたが、実態は、万世的な兵力不足を補うために、正規軍の他に、国家義勇軍、黒シャツ隊とアスカリによって水増しされたであった。ソマリーランド遠征軍はここ旅団と一個、国家義勇連隊から編成され、三つの集団に分けられたアスカリが援軍として加えられた。 これ以外に非常に小規模ではあるものの、十数両の戦車、軽戦車と豆戦車といくつかの航空機の支援も準備され、遠征軍は最終的に2万4000名を数えた。一方の英軍側は、東アフリカ軍のうち、中佐率いるソマリランド機兵隊が海戦時に展開していた。しかし、異軍側の攻勢が予想されると新たに、 アーサー・チェイター・チューサー殉承に昇格し、ニアサランドの北ローデシア大隊、第一等アフリカ砲兵大隊の一部を増派した。また後には、スコットランドコーチ連隊も第二排増援として送り込まれた。1940年8月3日、青い軍は自国側の国境を越えて、英領ソマリランドへの侵攻を開始した。起伏が激しく悪路の多いソマリランドにおいて、 首都であり、公海沿岸の重要な港であるベルベラ占領を行うは3つの方法が考えられた。その中で、ハルゲーサ市を経由して、直接ベルベラに向かう中央ルートが最短距離で到達が可能であった。他に、ハルゲーサ市から大江谷市に東へ迂回して進むルート、北に進んで沿岸部の幼少税らしを落とし、そこから西回りに進むルートが存在した。 青い軍は部隊を三つに分け、春ゲイサシへ向かう道を含めた三つのルートにおける同時攻撃を選択した。攻撃ルートのうち、西回りのルートは、仏領ソマリランドとの国境を封鎖する狙いもあった。東回りのルートには、少数部隊だけが送り込まれ、主戦力が投入された中央ルートの副配を守る役目を負った。構成開始から二日後の8月5日。 西回りのルートを進んでいたベルトルディ司令官は、ゼイラ氏を陥落させて、仏領ソマリランドとの国境を封鎖した。これで自由フランス軍による英ソマリランド軍への援護は、全く可能性がなくなった。ベルトルディ司令官は、予定通り、ゼイラ氏から分隊を派遣して、沿岸部占領と、西からのベルベラ攻撃に向けた人志を開始している。山岳地帯を進む。 司令官の中央ルートの軍勢はより多くのロークを払わねばならなかった。8月5日に西回りの税ラ市より近いハルゲイサ市に到達した下尾根司令官はソマリランド機兵隊とローデア大隊の抵抗を受けたが豆戦車を仕立てた突撃でハルゲイサ市を陥落させた。だが中央軍の消耗も軽視できずハルゲイサ市で ベルベラ攻撃に向けた二日間の再編成を行った後にアルガン砂漠向けて進軍を再開した。これに東回りの部隊も大江屋を経由して側面を守りながら同行した。英軍側は主力となっていたソマリーランド騎兵隊だけでは都市部を防衛できずアルガン砂漠へ交代を強いられていた。退伏国境封鎖と中央都市占領を終えて ベルベラへの突破を目指し、アルガン砂漠に進んでいた、青い軍は8月10日に戦力を結集していた、英軍中東軍と衝突した。その前となる7日と8日に、イギリス本国から、新たに、スコットランド高知連隊との構成大隊から、編成された造援が派遣され、同時に、アーサー淳将は司令官から更迭され、新たに、少将がバルベラの司令部着任した。続いて、 英中東軍総司令官アーチバルトウェーベル大将は、さらなる大規模増援を決定したが、これらは結局は、ベルベラ陥落と、英軍撤退までに間に合わなかった。アルガン砂漠から、バルベラへと向かう街道には、英軍の陣地が6つの丘にそれぞれ建設されており、シモーネ司令官はの、第三大隊への攻撃を命令した。イ軍は、大隊の抵抗をしりけて、 第15パンジャブ連隊による防衛戦を突破した。英軍側も反撃を展開したがこれは失敗に終わり、二つの丘において、異軍の攻撃を退けるのが精一杯の状態であった。翌日に再開された異軍の総攻撃で、ローデシア大隊と東アフリカ砲兵隊も配送し、新たにもう一つの陣地が占領された。 8月13日から14日の間の戦闘で、英軍は残りの陣地を守り抜いたが、伊軍もまたより攻撃するのに適した前線拠点を確保していった。8月15日、少将はもはや援軍が届くまで、イタリア王国軍の攻撃からアルガン防衛線を守り抜くことは非現実的であると中東軍司令部に打電した。その上で、ゴールドウィン少将はバルベラへの交代と、 ソマリランドからの回路による脱出を計画した。ゴールドウィン少将は撤退しなければ、いずれ英軍は包囲殲滅されて全滅するだろうが、今なら多くの兵士を助けられると主張した。同日、中東軍司令部はソマリランドの放棄を決定し、ゴールドウィン少将の脱出計画を承認した。15日の夜、英軍は一斉にアルガン砂漠からバルベラへと退却を開始。 イ軍の追撃に対して、スコットランドコーチ連隊が殿を務めて、脱出への時間を稼ぐ役割を与えられた。ソマリーランド放棄が決定されると、イギリス航海艦隊は直ちにバルベラで輸送準備を始め、ソマリーランドのイギリス入植者に避難勧告を発令した。16日から撤退作業が開始され、次々と民間人や役人が輸送船に積み込まれて、 他の植民地へ脱出した。17日から英海軍の軽巡洋艦がバルベラ近海で警戒任務に当たった。アルガン砂漠を越えてバルベラ近郊に迫っていたシモ根ネ司令官は用心深く英軍の総甲隊から副兵攻撃を危惧して慎重な偵察任務を行わせていた。シモ根ネ司令官がバルベラ包囲を開始させると スコットランドコーチ連隊は激しい抵抗を見せ、最後には重拳突撃まで観光したと言われている。英軍は配送してきていた兵士たちをやつぎやに輸送艦へ乗せて脱出させ、イタリア王国軍がバルベラ市内に突入した8月18日までギリギリの輸送任務が続けられた。これによって多くの退却兵と民間人が救われ、8月19日に最後の艦船であった。 軽順洋艦、ホバートが出港して、退却任務は終了した。含む、英軍、植民者7000名がアデンへと脱出したと記録されているが、一方で、現地召集のアスカリは、ほとんどが、現地解散という戦後処理が行われた。民間人の脱出任務について英軍はほとんど、監督しなかったが、住民虐殺や略奪などの被害は発生していない。これは、アオスタ港。 アメデオディサボイアアオイ軍総司令官がグリエルモナ市参謀長に英国民やその兵士に対する不当な弾圧などを行わないように言命を下していたためであった。親英派であったアオスタ公はイギリスとの早期和平による数軸同盟からの脱を望みバチカンを通して何度かイギリス政府と交渉していたことがわかっている。 こうした経緯から後に東アフリカ戦線が決着した際、補修となったアメデオ港は英軍とイギリス政府から大級の敬意を持って扱われ、捕虜としては特例的といえる交流を受けている。19日、バルベラの完全占領をもってソマリランド植民地政府はイタリア王国に降伏を宣言。英領ソマリランドは医療東アフリカに統合された。 イタリア側の損害報告は205名の戦死者とのみ記録されているが、イギリス側は2052名の負傷者をさらに計上している。基本的には短期構成に訴えかけた青い軍の方がより多くの戦勝者を出したことは間違いない。しかし短期構成はイギリス軍による増加を防いだ点で勝利の要因となった。 損害の正確な計算を難しくしているのは、当時のソマリランドが英国の完全な支配統制下になく、英軍、異軍のどちらにもつかない反乱部族が各地に点在していたためでもある。彼らは時に応じて異軍に協力したり、英軍に協力したり、相互に争いあったりと不安定な対外行動を見せたので、両軍ともにどちらの兵士なのか判断は難しかった。 ソマリーランドの戦いは以下の結果と教訓をもたらした。ソマリーランドでの敗北はイギリスにとって自国領における初めての戦略的敗北であり、ウィンストン・チャーチル A 首相はウェーベル大将を激しく叱責している。そして実際にソマリーランドの疾患は援軍派遣の判断が遅かった A、中東軍司令部とウェーベル大将に責任があったことも事実であった。また、それほど 大きな損害を被っていないにもかかわらず、アラガン砂漠から配送することを許したのは、明らかな中東軍と司令部の怠慢であるとも批判し、前線逃亡の疑いで、軍法会議を行うべきとまで発言している。これに対して、ウェーベルは、表面的な状況だけを見てあの時点で、アラガン砂漠を維持できたと考えるのは、不適当だと反論した。彼は、 肉屋の屠殺が兵士に強いるべくことと考えるべきではありませんとチャーチルの精神論を批判しているチャーチルとエーベルの確執はこの時から始まり最終的にはウェーベル解任に至ることとなるタイム氏はソマリランド陥落を書き立てた記事でソマリランドの敗北による最大の被害は植民地特にアラブにおけるイギリスの威信を失わせたことかもしれないと指摘した イタリア側にとって、ソマリランドの勝利は、同盟軍としての参戦などではない単独での戦いで唯一獲得された戦略的勝利であった。そして、ソマリランドの勝利は、フランス戦でのドイツの圧勝を除く、その後に続いた、数軸軍の戦略的勝利、日本軍の太平洋における作戦、ドイツによる独ソ戦と全く同じ流れを取った。つまり勝利で始まり、 敗北で終わるという結末である。徐々に増援を続けた A 東アフリカ軍は次第に青い軍を圧迫し逆に青い軍はカイロと陸路を封鎖された状態でますます困窮していった。そして1941年半ばにエチオピア奪還をもって東アフリカ戦線は終結する。しかし完全に戦いが終わったわけではなく 英軍はその後もイタリア王国本国が戦争から脱落する1943年までに悩まされることになる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。